おはようございます。阿佐ヶ谷夫婦チャンネルです、はい、今日もご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。今日は8月の20日、はい、さあ梅仕事の天日干し編2日目です。今日も無事東京は晴れました。晴れました。よかったよかった。でもね、東京はようやく晴れましたけど、そうまだね、雨がね、降り続けてるね、地域もございますね。本当にお見舞い申し上げます。まあ、早く全国的にピーカンの日、訪れることを願いつつ、はい、梅を干していきます。はい、はい、これが、関東の干した2日目です。シソも一緒に。わっちはちみつ梅ちゃんです。明るい、あーいい香り、だいぶシワっぽくなってきました。じゃあ夫ちゃん持ってきてください。おー今日も天気、はい、じゃあこれじゃんじゃんじゃん、2日目の梅です。あ、シソもわかるかな、昨日の梅の状態とどうかな。ちょっとこのシワがね、うん、寄ってきました。あ、日光浴すると人間も皮むけるでしょ、はいはい、それと一緒で梅の表面の皮が日焼けによって薄くなって、うん、中ふっくら皮が柔らかくなる、だから干すって大事なんですよ。これの証と、いい感じですよ。ちょっと広げといてくださいね、はい、じゃあ今日も1日干していきます。はい、はい、取り込みの時間になりました、はい、どうだ俺の梅、あ、ちょっとドアップで見てみます、うん、あ、昨日とだいぶ、あ、いいですよ、うん、いい感じになってきてます、はい、シソはどうですか。シソもカラッカラ、楽しみです。お家の中に戻りましょう。はい、じゃあ入れてください。はい、はい、はい、取り込みました。2日目の梅さんを部屋の中に、はい、おどうですか乾燥2日目。いや、なんか昨日よりもシワシワになってますね。はい、いい感じ、水分が抜けたんでしょうね、乾燥して ね。こっちもね、シソもいい感じです。カリカリになっています。はい、明日はいよいよ最終日、晴れますように。晴れますように。で、最終日はこの瓶に入った梅酢を一緒に干したいと思っています、はい、その様子もまた、お送りしたいと思います。はい、はい、ということで、はい、今日も、梅仕事天日干し編2日目、阿佐ヶ谷夫婦チャンネルでした。はい、それではまた明日。いい香り、待ちに待った甲斐があった。はい。